皆さんこんばんは。常念司の経済ニュース最前線。はい、今週も始まりましたが、はい、もう見ての通りですね、MX 帰りバレバレですね。違いが目に見えて、はいね、はい、私はあの木星帰りなんですけどね。あ、だから今日はパプキマス様とお呼びみたいな違います。なんかね、帰った時からちょっと木星の香りがするなと思ったんですよ。そうですか、ジュピトリスで帰ってきました、はい、ね、いや、そうです、そうですよ、そうです、はい、DHC 帰りです。はいはい、DHC 帰りと、はい、MX 帰りがお届けする感じですね、はい、今日はね。私半蔵門、半蔵門、虎ノ門、そう、あのダブルゲート事件ダブルゲートダブルゲート事件うまいですね、はい、今問題今日発生しまして、はいはい、もうちょっとね、虎ノ門ニュースでね、なんかすごいね、今日ぶち切れてきたんですけれども、いやいやいや、いや、あのね、あの川崎市のヘイトスピーチ規制条例の話でね、はい、でその話をしている時に、なんかその、まあ、いわゆるですよ、うん、いわゆる、まあ、そっち系のね、民族主義差別主義的なコメントをするやつが、俺たちは常に言われっぱなしだから言われっぱなしでいいのかみたいな、そういうことを書いてきたんですよ、はい、でね、いや、言われっぱなしはダメですよ、反論していいと思うんですけど、そのヘイトスピーチで反撃っていうのは違うんじゃないって、いや同意ですという話をしたかったんですが、頭きて結構ブチ切れて喋っちゃったんで、いまいち真意が伝わってないかなと思って、もう一回言った方がいいかなというふうに思いました。ちょっとそれはかなり珍しいものとしてもね、はい、皆さんにご覧いただきたいですが、はい、だって左翼って基本的に日本人ヘイトでしょ、彼らは。そうそうそう、あの日本人は無抵抗で死ねみたいなことを言う人がいるじゃないですか。それに対してヘイトで返してもしょうがないんですよ。と思いますよね、その考え方お花畑ですっていうのはありなんですけど、うんうん、もう左翼は人間じゃないですかみたいな返しはちょっと微妙ですよね。ね、よくね、そういう運動の中に、はい、わざとそういう過激な人をこう入れていくっていう手法っていうのは昔からあるんですよね、はい、そうなんです。あのだから保守派っていうのはそういうなんか差別をする危ないやつだみたいなイメージにすぐつながって利用されるでしょ。で実際にそういう過激な活動してるやつが、まあ、外国人ジャーナリストに写真撮られて日本にはこんな危ないやつがいるってこう、はいはい、なってるわけですよ。それも上等手段、ね、そう、それもそれがまさにその左翼のよくやるプロパガンダ謀略なのに、まんまと乗ってどうすんのと。そうだと、俺たちはやられっぱなしだからヘイトスピーチで何でもやり返していいんだって言ったら、これね、辺野古で暴れてる過激派と同じ理論になっちゃいますよ。本当ですね。だからダメだって言ったんですけど、なんか分かんないやつがいて、なんか未だにツイッターで絡んでくるやつがいるので、しょうがねえなと思って、まあおそらくそういう工作をされてるんでしょう。はい、でね、いわゆる右翼、ね、右翼、まあ、極右って言った方がいいのかな、はい、うん、極右とね、保守は違うんです、うん、はい、そこをちょっと理解しても、まあ、僕は右翼は違うって言ってもいいと思うんですけどね、うん、右翼じゃないもん、保守って、ね、悪いけど、そうそう、よくね、はい、結構レッテル貼り的な言い方されますよね。極右はいいけど右翼は違うんじゃないですかとか言ってくるやつなんですけどよくね、伊藤隆先生の本とか読めよと、右翼は保守じゃないの、ごめんね、うん、ごめんね、定義間違ってるから勉強してくださいって感じです。で簡単に言うとね、はい、まあ、例えばですけど、移民規制を、ね、推進しようという立場の人が、ね、移民は現時点で移民は非常に犯罪が多い、うん、だから移民規制だという結論を出すのとね、もう移民は犯罪者だから、うん、あんなやつら入れたらダメだっていうのとこれ比べた場合ね、はい、上は OK ですよ、データがそうなら、うん、逆に言うと移民がね、その犯罪率が下がるような施策があるなら受け入れてもいいですよという結論になるかもしれないですよね、うん、はいはい、ですよね。でじゃあ逆にね、もう移民は そもそももう生まれついての犯罪者だから、うん、あんなやつはダメなんだと、うん、ね、もうそんなね、日本になんかもうね、小銭稼ぎに来たようなね、こじきだみたいなこと言うのはもうこれはヘイトですよ、うん、これはダメ ね。でもね、結論的にはね、同じなんですよ、移民規制をしたいと、うんうん、いう結論は同じなんだけど、上を根拠とするのは、まあ、これデータがあるからあるとしても、うん、下はないですよね、はいはい、で下がヘイトスピーチです、うん、でなんで、ね、同じ結論なのにわざわざヘイトを選ぶのと、うん、そうですよね、そう、本来だから移民規制っていう、ね、あの政策を採用したいのに対して、うん、こんなヘイトのやつばっかりだったら、うん、移民規制なんて結局ヘイトがね、なんかその口実に使ってるんだって感じで逆プロパガンダされますよね、うん、本当に移民規制したいならこんなヘイトなんか使っちゃダメですよ、うん、ね、まあ、世界的なそのまあ移民とその犯罪の相関関係とかを立証して、うん、まあ、そもそもいないことの方が社会的コストが低いってことを証明すれば、うん、それで終わりじゃないですか。だって今受け入れてないんだから、そもそも、うんうん、じゃあ移民受けないで労働力不足どうするんですかって時に、じゃあ規制緩和してドローンバンバン飛ばしましょうとか、うん、自動運転バンバンやりましょうとか、ね、それからもう電話の受付ファックスなんて廃止しましょうとかね、うん、やりゃいいんですよ、うん、ね、ファックスなんかあるとあんなもんほらもう工数かかってしょうがないですからね、問い合わせもうファックスとか勘弁してよと、はいはいはい、もう未だにファックスなんか使ってんのみたいな話ですよね、はい、だからそういう規制緩和をして、うん、そのいわゆる省力化投資によって、うん、
まあ、人手不足乗り切れるじゃないかみたいな、うん、そういう対案があればいいんですけど、うん、あいつら鬼で悪魔だからダメだと、うんね、犯罪者だとか、これはヘイトアウトですよ。やっぱり言葉を大事にしてもらいたいと思うんですよね、はい、それ言葉でイコール日本語なの、日本を大事にすることにはやっぱり日本の言葉をちゃんと丁寧に扱うっていうのが大事だと思うんですけど、でも本当に保守であればね、はい、うん、まあ、丁寧に扱うべきなんですけどね、今日も虎のニュースではね、もうぶち切れてめえ来いよぐらいにぶち切れてしまったので、すいません、私も言葉を乱暴に扱ってしまいました、すいません。隣のミキちゃんのね、いなし方がすごい可愛いなと思いました。ちなみにあの中で、はい、俺も渡来人だぞって言ったのは理由があります。私は渡来人ですよ、私の、母方の旧姓は筆というんです。前にも言いましたけどね、鉛筆の筆で筆っていう漢字を書いて、でこの筆氏っていうのは、はい、正倉院の書物にも実は記録があるぐらいで、百済が崩壊した時にですね、はい、半島から逃げてきた渡来人です。でもともとは百済王朝ってもっと上から来てますよね、ツングースの方から来てる人でしょ、はい、だからこうツングースの人が朝鮮半島移り住んで、日本と友好関係のある国を作ったんですけど、その後だからまあ半島でいろんな戦争が起こって、まあ、こっちに逃げてきたと、うんうん、で当時その3世紀ぐらいなんで、平城京とかね、まあ、これから作るぐらいかな、うん、ぐらいの泣くよ、泣くようぐいす平安京とかで、平城京もっと前だ、うん、もっと前ですけど、その3世紀ぐらいで律令国家のまあ礎を作ったりとかするのに記録をしなきゃいけないわけですよ、はいはい、でこう筆ね、筆記用具の需要がすごい増えて、筆師っていうのがすごい筆作ってたっていう記録があって、で本当にその筆師まで1800年ぐらいたどれるかどうか分かんないんですけど、でもまあ珍しい名字で筆って言うんですよ、うちの母方の旧姓ね、そうなんです。だから私も渡来人ですよ、1800年前に来てるけどな何代前か分かんないけどなはい、っていうことです。でちなみにこの話をね、モンゴルで話したんです、私の、ね、母方の旧姓は筆と言いまして、百済の末裔 で、うん、でその前はもともとツングースなんで、うん、ね、もうツングースって言ったらほらもうモンゴルと隣同士でしょ、兄弟かもしれません、ね、そのバカウケモンゴルでもっともうブラザーみたいな感じでバカウケでした、はい、まあ、そんな感じでね、はいはい、でまあ、今少なからぬ多くの人がですね、うん、まあ、いろんな理由でですね、半島や大陸の方から戦争とかね、そういうのでこう逃げたきた人だと思うんですよ、うんうん、で渡来人についてはね、倉山満先生がね、はい、非常に分かりやすい解決をして、ね、言ってて、で彼らはまず行動したということが正しいと、うん、そして逃げる方向を間違えなかったと、この2つの点で正しいっていうね、うんうん、ことを言ってたんですけれども、まあ、まさにそういうことですよね、はい、で関平さんはつい最近来た人ですけど、私はだから1800年前に来た先祖がいるということ でみんな日本人ってことで仲良く暮らしてるわけでしょ、そういうことですよ ね差別はいかんよということですよ、はい、でそれをね、わざわざだからそういう犯罪を犯すような移民をね、規制するっていうことに、なんであいつらは悪魔だ、ね、犯罪者だと、ね、もう乞食だとかそういうこと言うんだって思うんです。結果同じじゃんと、だったらわざわざこっち選ぶ必要ないでしょと、ということを言ってるのに、なんかもうそのね、あのゴミクズだとかなんとかとかこう言うわけですよ、その半島の人とか大群に対して、ね、そんなこと言うんですか。そうそう、ムンジェインは確かにおかしいけど、韓国人全部がおかしいってわけでもねえぜと。当たり前ですよ ね。そう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 、だってね、チャイナ人民は悪くないんですから、共産党が悪いんだからね、そうそうそう、ね、だそういうことを私は言いたかったんで、ね、もうヘイトスピーチ気をつけてよって思うんですよね。だから保守の側からそういうの出ちゃダメでね。で川崎のヘイトスピーチ条例については、これね、ヘイトスピーチの客観的な認定ができるのかどうかということで、憲法違反かどうかということで訴訟を起こすべきですよね。大阪ではなんか訴訟を起こすらしいですけどね。でそれが恣意的に適用されると、むしろ言論の弾圧にもつながるし、それがむしろヘイトスピーチの原因になるっていうことをですね、やっぱ言葉でやっぱやらなきゃ。明治天皇がね、意味軸ものたまっているでしょ、万機功労に決すべしってことで、議論しなきゃダメですよ、保守が。ですよね、なのにあいつらはなんかゴミクズなのに、なんでゴミクズの味方すんだみたいな、意味わかんないですよね。もうそれがまさに儒教的な価値観ですよ、ね、あなた方こそ発想は大陸的なんじゃないですかみたいなことをね、言いたいですけどね。おかしいです、やっぱりだから先導してるとしか思えないんですよ、ね、そうですね。だからまあ保守派にだから悪いレッテル貼ろうと思ってやってるんだと思います。で沖縄の過激派は結局左翼って怖いっていう悪いレッテルにつながりましたよね、同じことになるので気をつけなきゃダメなんです、こういうのは。いや、はい、ね、そういうの本当に気をつけるの難しいですけど、とにかく煽られないようにってことですよね。そう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 、だから煽ってる人たちが、ね、人たちに対してもうこいつ工作員じゃねって僕がそのトランプニュースに言ったのはそういうことです。それを間違いない、私も中国の知り合いの人がやっぱり中国であちこちでその暴動が起きてた時に、はい、あれはあの中共から行った人が煽ってやってるんですよってはっきり聞いたことありますかね。そうなんですか、うん、なんかそれで一斉検挙するためには、わざと泳がせ、
泳がせ戦略ですね、わざとそこを投入して、ええ、みんなを煽って、はい、そうすると一挙に検挙できるじゃないですか。そういうのやってますよって、その人本当真剣に、あ、普通ですよって教えてくれたので。なるほどね、うん、だまあ、まんまと術中にはまるので、まあ、頭に血が上ってしまう人はね気をつけてもらって、うん、まあでも私もね今回あまりにもこれがこういうコメントが多かったんで、うん、ちょっと頭に血が上ってですね言ってしまったんですけど、うん、まあ真意はこういうことなんで、うん、ぜひご理解いただければと思います。はい、はい、ということで今日はね後半は経済ニュースいきたいんですけども、なんと、はい、日経平均大暴落ということで、今この収録をやってる時点で300円ぐらい下がってるんですよね、うん、まあ、この後5まで戻しちゃうかもしれませんけれども、昨日もですね400円上がった後、うん、なんと200円も暴落して、うん、もう値動き600円というかなり荒い展開で、で今日もですね朝からどっかんどっかん落ちてね、一時300円、まあ、今300円安みたいな状態でございます。これはどういう原因でしょう、これね、はい、実はね原因分かったんですよ、はい、原因分かったんですけど、すいません、今夜、うわ、今夜ジョネトラダムスの秘密のメール、ちょっとこういうそこに詳しく書かせていただくんで今夜っていうこの後この放送ですね、今日ね実はね この経済ニュース最前線、はい、緊急配信ということで、6時に、あ、今6時でした、はい、6時に、いつも9時に配信してるんですけど、はい、6時に配信させていただいて、はいはい、で9時にですね秘密のメールを配信します。で9時以降にこの放送を見た人でも、はい、ヤエスイブニングラボにプレミアム会になるとですね、はい、バックナンバー48時間読めますから、だからまだ読めます、はいはい、なので詳しくはそこを読んでください、はい、原因は分かりました、はいはい、でもね一応ちょろっとだけ言っておきましょうか、せっかくですから、はい、上がったものは下がるんです、相場の鉄則。なるほど、はい、あ、それはもう、 こう台風が去ったら晴れる的な感じのものと考えてますね、はいはい、上がったものは下がるので、はい、そのメカニズムですよね、はい、こう それがきっかけが何で、この後どうなのかっていうところまではちょっとね、うんうん、この時間では詳しくは言えないので、はいはい、なのでぜひね、そのちょっとね、あの経済ニュース最前線の後は、はい、八重洲イブニングラボでお楽しみくださいという、はい、宣伝をぶっ込んだ後に、はい、でもちょっとこの話をねしておきたいんですけれども、はい、あ、ちょっと待って、こっちかな、あ、こちら、これこちら先、はい、なんかね日経新聞八百万の逆進によると原因はねこれらしいんです、 AI がーみたいなね、あの要はターミネーターですねスカイネットが暴走みたいな感じで核戦争がどっかみたいな、はい、日経議によるとなんかね、あの AI とかそういう自動取引によってね、うん、なんかこう上げ一本調子で来たやつがなんかのきっかけで自動取引で売りが売りを呼んでね暴落につながるらしいんです、うん、はい、なんで、まあ、きっと AI のせいだと思いますよ、まあ AI ですよね、はい、AI ってことだから、これ緑の小池の原因ですね、緑の小池さんほら AI がささやくらしいんで、あ、はい、だから今回の原因は実は緑の小池かもしれない、はい、はい、もう本当に日経新聞って適当ですね何書いても許されるのかお前はと思う、1ヶ月4000も取ってんですよあれ、あんだけ金取っといてもうこれかよみたいな感じしません？ひどいですよね、はい、もうこういうことじゃないんですよ、はい、でね、こういうことじゃなくて本当の原因はっていうのはちょっとあの、まあ、ここまででかかってるんですけどちょっと言えないですけど、さっき言った、まあ、上がったものは下がるんです基本的にはね、だからそんな慌てんなよっていうことなんですけど、まあその慌てんなよって言える根拠もあるんですけどね、まあそれはちょっとあの長くなるんでやめておきますけど、はい、とにかく日経だけを信じてはいけないという、そうですね、日経だけをというかね、日経だけはだけは確かにね、日経信じると痛い目あります、結構防衛安全保障とか自衛隊のことも、はい、詳しく書いてるのはいいんですけど、はい、なんかその先の結論が財務省が言ってることと非常に似てるんですよね、あ、実はね、財務省の人が書いてんじゃねえかって噂なんですけどね、はい、でもそう言われてもおかしくないかもしれない、いや日経新聞ってあのヤギだったんですよ、知ってました、えヤギです、あれヤギが書いてるんです、ヤギめい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 言うでしょ、で餌紙なんで紙食ってるんですよ、でね財務省行くとね、えーっつってこう飼育員がいて紙巻いてるんですよ財務省、それの公文書、それはそのめい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 言ってめい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 って日経新聞食って、でそれで出てきたのがこれですから、だから AI がーって、なるほど、はい、で紙もらえないでしょ市場だと、はい、こういうトンチンカンのことあるんですよ、もうダメ、もうあいつら紙のコピペかもう適当なことかどっちかしか書けないの、しょうがねえなーって感じですよね、はい、でねそれでじゃあちょっとだけ、うん、ちょっとだけじゃあそのね原因らしきもの、はい、というか、まあ、今後の展開というかね、うん、まあ、慌てんなよって話をしたいんですけど、ね、まあこれですよ、ね、トランキーローですよ、ね、トランキーロー、はいはい、内藤ですよ、内藤、新日の内藤、ね、トランキーロー焦んなよみたいな
あ、じゃないですか。ロスインゴベルナーブレスだっけな。信じて、僕大好きなんですけど、ナイトさん。あ、トランキーロ。今ここの世界と全く違う、ね。いやいや、だからもうこれを見て、あ、これで、これでトランキーロ、はい。焦んなよみたいなね。まず FRB。ね、どうなんですか。泣く子も黙る FRB は、うん、これパウエルって参謀総長じゃないですか昔の。と思いきや違いますよ。桜林さんだけね。この人がここ来たらね、いきなりね。パウエル来たらすごいですけどね。それはそれです。それだってなんか自衛隊の人がいきなり日銀総裁。そうですね。はい。もう玉森さんが日銀総裁になるぐらいインパクトあります。そう、まあ面白いっちゃ面白そうですよね、はい。もう砂漠の嵐みたいな感じになっちゃいますけど、ね。めちゃくちゃ、まずパウエルなんですけど、まあ、パウエルさんってどう捉えられてるかというと、はい、昨日ねちょっとあの経営者向けの講演会やったんですけど、うん、パウエルさんがどんな人かみんなやっぱまだ分かってないみたいですね。うん、なんかイエレンから変わってタカ派なんでしょみたいなこと言うんですけど。なんかそのずっといたんですね。そう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 、うん、でずっとねイエレン派なんですよ、うん、あのイエレンさんと同じぐらいのハト派です、うん、でマクロ経済学者ではない市場関係の人なので、うん、まあちょっと危機が来た時にちょっと慌てるかなというのはなきにしもあらず、うん、だけどまあ基本的にはイエレンさんと同じハト派なんです、うん、で他に候補として挙がってた2人っていうのはイエレンさんとイエレン再任かもしくはパウエル新任かあともう一人はテイラーですよ、うん、テイラールールのテイラー、うん、でテイラーさんだったらテイラールールでやるんでもう何やるか分かってるっていうことで、ここねアメリカのすごいところは、その中央銀行のね、まあそのトップですよ、FRB の議長の候補がバカがいないわけですよ。バカがいない。で日本だとほらなんかのみね、バカの名前上がってるでしょ、こう財務省の OB の人とかね、いやいや黒田さんは違いますよ、黒田さんはバカじゃないですけど、黒田さん以外のね、あでもう一人財務省の OB いい人がいるんですけど、その人じゃなくてもっとこうメインストリームで事務次官経験者みたいなやつとか、あとは日銀プロパーとか、そういうなんかバカの名前は日本、バカの名前がたまに日本上がっちゃうんですよ。だけどアメリカは上がらないってのはすごいなと。で問題が ECB なんですよね。 ECB はなんかドラギの後任はですね、なんとバイトマンなんじゃないかなと。バイトマン、これドイツ連銀の総裁ですね。でもうあの財務省がもうあのなんて言うんでしょうね、財務省が子供に見えるぐらいのバキバキの緊縮派です。そうなんですか。すごいです、はい、もうね財務省が5歳児ぐらいに財務省がクレヨンしんちゃんぐらいに見えるぐらいのランドセル背負ってるぐらいの感じで、はい、財務省がクレヨンしんちゃんだとしたらもうバイトマンはね、これやばいですね。これもう走行機械ボトムズぐらいの感じですね。それぐらいもう設定年齢が違います。分かりやすいのか。あ、そうですか、はい、もうすごいですよこいつ。だからあのペールゼンみたいなやつです。ペールゼンって誰だか分かんないですよね。ペールゼンっていうのはあのレッドショルダーの創設者、はい、もうあのペールゼン大佐みたいなやつですよ、バイトマンって、引き締め大好き、もう好きあらば引き締めみたいな、吸血部隊ですね。バイトマンも肩は赤く塗られてるらしいですから、これやばいですよ。もうお前は惑星サンサで何をやったんだみたいな、もう恐ろしいですよ。もうサンサ攻略戦でもうどんだけ残虐なことをしたかこいつがね。あ、ええ、バイトマン、バイトマン、こいつが来るかもしれないと。で日銀は、はい、一応日銀の場合はね、人事で最初に名前が出た人は潰されるっていう前提なんですよ、ね、その前提で、ね、黒田雨宮、黒田雨宮、黒田雨宮と連呼しておきます。はい、本当はね僕は意中の人がいるんですけれども、その人の名前はあえて言いませんが、この人がやればいいっていうのがあるんですけど、ね、これまあ、ね、何が言いたいかというと、まあ ECB はちょっとやばいかもしれない、変な緊縮路線行っちゃうかもしれない、うん、で FRB はもうイエレン路線継承決まりましたと、うん、ね、で日本どうなのかなと。来年3月以降ね、まあ4月以降か、はい、ね、日銀総裁交代してそこからがまあ勝負だよということで、うん、まあ、日経銀短期的にはいろんな動きはあるんですけれども、うん、まあ、ポイントはやっぱこの中央銀行の総裁人事かなというふうに思うんですよね。まあつってもね、だからってそんな先の話ってどうするの、目先で300円も日経平均落ちてるんだよって言われてもね、まあ、私は何の責任も取れないんでという、うん、ところなんではあるんですけれども、うん、でもやっぱね、あの経済を読むときは長期的な読みってのはすごく大事です、うん、じゃあそういう意味では今回の落ちたところも、まあ、予想定内みたいな感じなんですか。まあ想定してなかったかあったかといえば、まあ、調整はそろそろ来るだろうっていろんな人が言ってたんで、まあ、その人たちの言ってる調整の範囲で収まるのか、それともその想定を超えた調整になって突然みんなが焦り出して、幅の問題なんですね。そう、さらなる調整が来てしまうのかっていうのは何とも言えません。なるほど。
でそういうやっぱ短期的な、ね、動きって難しいんですね、はい、いろんなその外的要因に影響を受けるの で、でそうするとその安全保障の状況なんかも影響を受けちゃうんですよね、うん、だからその北朝鮮有事だってことになれば、うん、これはこれでまた株価も動いちゃうし、うん、でそういういろんなこうやつあるんですけど、うん、最終的には半年後1年後の着地があるわけですよ、はいはい、でそれを占うにはやっぱこっちを見た方がいいんじゃないって思うんですけど、でも目先不安ですよね、うんね、そんなあなたに命のメール、はい、ジョネトラダムスからの秘密のメールがね、はい、届きますので、もうぜひですねそちら読んでいただいて、もうちょっといろいろこうね、なんか変なものを加えちゃったりとか、変なもの首に巻きつけたのを思いとどまっていただいて、いや、はいね、そうです、そんなんで変なね手伝いますとか言ったやつのとこ行っちゃダメですよ、ね、座間市で9人も殺されてますから ね、はい、絶対もう死なないでください、ね、命のメールを送りたいと思いますので、まあでもまあこれぐらいで多分そんなに大損してるかな、そうですか、してるかな、あの日経平均の先物とかやってる人は大損してるかもしれないな、はい、まあ、ということで、はい、まあ、短期の値、動きにはですね一喜一憂せずということで、まあ、長期的な流れを、ね、見るのが大事かなというふうに思います。ということで経済ニュース最前線緊急配信、今週はこれで終了します。また来週。